はい、皆さんこんにちは。今日もサブシステンスやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回剣が溜まりましたので、こちらですね、採掘機の方を作りたいんですが、このパーツは集めたんだっけな。電気の方は600なんですけど、間違えてですね、800貯めてしまいました。さあ、あとなんだ、鉄と電子板かな。適当にちょっと持っていって作りましょうかね。これで大丈夫かな。あ、木材、板が10必要ということで、板の方を取っていきましょう。よいしょ。これで、あとはこちらを作るだけということで、クラフトしていきます。まあ、ちょっと出来上がるまで時間かかりますので、少し待ちましょう。完成しましたね。こちらの方を、草木の方を、どこだ？ここかな？ 7 番に入れて、あれ？置けない。草木の木の方ができたけど、置けないぞ。どこに置けるんだ？外。外の地面か。地面じゃないと置けないんですね。あ、こいつは困ったぞ。ということで、どうしようかな。少しですね、基地の方を、変更していきたいと思います。ちょっと改良してですね、こちらに置いて、もうちょっと横を伸ばしていこうかなと思います。そしてここはですね、2階に登っていけるようにしていけばいいかなという感じなんですが、こちら板の方が全く足りていませんので、まあ、しばらく板を作りながらですね、こちらは素材を集めに行ってきましょう。ということで、まずいらないものは置いていくということですね。よし、あとは種を置いていけばよしと。では、素材を集めに行きましょう。特に木材系ですね、しっかり取っていきましょうか。よし、早速ですね、ニワトリさんがかかってますので、これはゲットしていく。クマさんちょっと近いですね。おお、びっくりした。こっちにもクマいるのか。危なかった。さあ、ちょっとでかい木とか取っていきたいけど、クマさん大丈夫かな。さあ、木を切っていきましょう。あっちは来てないよね。よし、大丈夫ですね。そこにウサギさんもいますけど、まあちょっと無理なので諦めていきましょう。よし、今日は基地をいっぱい変えることが必要ですね。あ、また、あと設置した掘削機の方をちょっと調べてくるの忘れてきてしまいましたね。電源入れるとどれぐらい電力食うのかとかも見ていませんし、まあ電源があるかどうかすらもわかりませんが、まあいいか。とりあえず資源を集めていきましょう。よし、特に木材が必要だな。板をいっぱい集めて、あと釘ですね。釘集めて拠点の方を改造していかなければいけませんからね。よしよし、動物さんがいっぱいいる。さあ、そして、これ大丈夫かな？ううって言ってますけど、大丈夫かな？お、大丈夫？やばいやばい。動物いっぱいいるな、ここ。大丈夫かな？鉄があったんですけど、それは取ってる余裕なさそうですね。よし、仕方ないので、とりあえず箱。そして木材ですね。取っていきましょう。まあ、木材取ってる最中に鉱石あれば取っていくという形ですね。おっと、なんだ？ウサギか。ただね、今日はそんなに余裕はないので、ウサギは見逃そう。さあ、木材がやっぱ重要。木材で板をしっかり作っていきましょう。あとは、ここの、鉄とかがこの山にあったと思いますので、鉱石の方も見ていかなければいけませんね。前回は確かハンターが来なかったと思うので、そろそろハンターの警戒も必要なのかな。さあ、来たり来なかったり、まとめて来たり単発で来たりとかなので、よくまだハンターの行動読めませんね。何日おきとか、そういうのが決まってればまだ楽なんですが、そういうのがよくわかっていません。よし、大丈夫かな？ここにでっかい木があるけど、動物さんはいないと。
こちら山の方ですね、雪山近くはクーガーがいる可能性もありますが、まあ、今回はクーガー見てもちょっと攻撃はやめましょうか。まあ、そこまで剣に困ってることもまだないですし、なんせ銃弾がないですね。よしよし、とりあえずこちらはこれでよしと。なんか鉱石はないかな。鉱石はありませんかね。あーやばいな、クマさんいてうまいこといけない。さあ仕方ないので第一ハンターいる方角にちょっと向かっていきましょうか。さあハンター見えますね。ちょっと見づらいかな。ここの先に今クマさんの近くで、1人2人ぐらいいますね。拠点がこっちなのか。まあ、こちら上なのでそこまで来ないと思いますね。よしよしよし、ハンターがまだ、あ、いるな、いるな。なんか走ってた。あ、クマさんと戦ってるのか。クマさんと戦ってますね。一人、あ、追っかけられてるけど大丈夫かな。クマさん追っかけて、ハンター。お、危ねえ。後ろで撃ってるやついる。後ろで撃ってるやつに今度、あ、クマさんやられちゃった。クマさんやられちゃいましたね。残念。もうちょっとハンター1人か2人は倒してほしかったけど、まあ、こればっかりは仕方ない。ハンターがだいぶ強くなってるってことですよね。こちらも負けじとしっかりと強くならないといけません。さあ、まずは拠点のアイテム増やしていかないとな。そのためにも頑張ります。さあ、火を切っていくのと同時に箱探し頑張りましょう。まあまあ箱の方落ちていますけど、火薬類が今回は多い気がしますね。特に釘とかではなく、薬莢、火薬、そして弾丸ですね。が多い感じですね。釘のところは今のところ全然見つかっていない。箱はそこそこありますね。よしよし、ちょっとずつ取っていくので、まあ問題はない。ようやく釘出ましたね。よし、火薬は火薬で、まあありがたいんですけど、今は拠点を作りたいので、よし、釘。釘の方がありがたいです。よし。さあ、板の方は現在27枚、30枚ぐらいは作れてると思いますので、もうちょっと木とかを買っていきましょうか。そして一旦戻って、拠点の方を強化していきましょう。さあ、油断しましたね。ちょっとオオカミに襲われました。まあなんとか倒せたのでよかったんですけど、あーやばい、感染症になってる。さあそしてですね、ピッキングで開ける箱がありましたので、こちらしっかりと取っていく。あー薬莢とか、ある剣もあるし、今回はちょっと当たりかな。自分の中ではかなり嬉しい分類ですね。そしては一旦ですね、拠点の方に帰りましょう。あ、昆布も拾ってきましたので、まずはこちらですね。解毒剤作らないとまずいですね。あとはお肉を焼いて食べていきましょうか。レバーの方は使った油を溶かす。よいしょ。そして燃料ですね。木材取ってきたやつは入れておきましょう。これでしばらく大丈夫かな。で解毒剤使っていきましょう。よし、治った。あ、ただ上限上がったやつは全部、なくなりましたね。まあ仕方がない。よし、こんな感じで、あとはレーバーを入れる。食べ物的にはそんな感じかな。よし、鶏肉も入れておきましょう。よいしょ、今こちらの方は焼いてますので、いろいろと整頓していかないとダメですね。こちらをまとめる。あとはなんだ？そうだ、板材を使って、階段とかですね、作らないといけなかったんですね。階段はどっち向きだろうな。登って左側に行くので、これか。これを作っていきましょう。さあ、お肉の方大丈夫かな？そろそろお肉良さそうですね。食べていきましょう。よし、水の方もゲットできましたので、これはこれで取っていくと。さあ、これで、あとはちょっといらないものを整頓しつつ、拠点を作っていきましょうか。さあ、なんということでしょう。拠点を変えていたら、ハンターに襲われましたね。
やーやばい、どこだ、まだ拠点作ってる最中なんで、後ろか、後ろの方ですね。こっちまだ穴開いてる状態なのにな。あ、いる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 、危ね危ね。あ、こいつを撃っていこう。海の中にいるのやめてほしいな。さあ、これだったら弓矢で大丈夫かな。あ、もう相手動けないのかな。あ、嘘だ。え、食らいましたね。ちょっと仕方に巻いておきましょう。一人撃破。まだいる？もういない。一人で来たのか、ひょっとしてこいつ。さあ、ハンター一人で来たみたいですね。え、特にはもういないよね。ちょっとこちらよく壊れてますが、ハンター一人で来たみたいだ。え、なんでだろう。おー、死んでるね。さあ、カバンだけ開けていきましょうか。よいしょと、大したものは入っていませんが、まあいいでしょう。なぜかハンター来ましたね。びっくりだ。さあ、クマさんですもんね。あれ、いないな。さあ、こちらですね。現在、拠点を作ってる最中でしたが、ハンター襲われました。よし、この調子で仕方ない。この続きしていきましょう。まず拠点の方ですが、今ですね、余ってる土台、やばい、これ、出れないのかな、土台を移動させて、もう、ベッド側に、拠点の土台を広げようとしてるところでしたね。よし。さあ、これで、やばいな。ハンター来るならやめてほしいな。少し一段ずつくっつけたい。よいしょ。さあ、これで一個伸びましたね。いやー、いろいろと大変だな。そして、こちらの壁を、どうしよう。全部本当は窓にしたいところですけどね。ずらしていくか。よいしょ。さあ、これ、やばいな。ここから行けないのか。えらいことになってますね。ちょっと周りに回らないといけない状態になっています。これを正面につけておくか、とりあえず。よいしょ。はい、これで少し開いた。よいしょ。ストーブの方とかが邪魔ですね。で、ここのところに土台を少しつけていきましょう。7番、6番ですね。どうだ？くっつく。そしてもう一個行きましょう。よし、これでここの掘削機はとりあえず壊されることがないのかな。で、結構広くなっちゃったのがまた問題ですよね。広ければ広いほどハンターに壊される可能性は高いですからね。よいしょ。ああ、どうしよう。ここ、ちょっと窓欲しいな。全然見えないと困るんだよな。ということで、窓をつけて、こちらは、普通の壁という感じにしましょうかね。あ、なんということでしょう。まだ作ってる最中なんですけど、再びハンターが来ましたね。やばいやばい。もう一回来たのかな？やばいやばいやばい。いろいろなところ攻撃されてる。これどうしたらいいんだ？まずは修理に徹しよう。ということで、まず板材、釘あるな。やばいな。すごい攻撃されてる。まだ全然直してないのに。さあ、危ない危ない危ない。ちょっと待って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 。これどうしよう。地面直そう。地面。よいしょ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 。やばいな。階段壊されてるのかな？もうえらいことになってますね。天井も今作ったばっかりのところなんですけど、めちゃくちゃ壊されてますね。やばいやばい、ちょっと本気出しすぎだって。やばい、危ない危ない。天井がなんでこんなになってる。めちゃくちゃ食らってますね。やばい、まだ全然出来上がってないのにな。さあ、どうなってるのか分かりませんが、めちゃくちゃ食らってますね。壁の方はそこまで食らってない。危ない危ない危ない。撃たれたぞ。やばい。出血した。そして出血しました。布を取って、ちょっとやばいぞ。なんだろう。こっちの、包帯の方を作っておきましょうか。いや、ちょっと待って。もうすぐ、おそらく出ていくと思うので、まあいいんですけど、いや、ちょっと壊されすぎだぞ。さあ、ということで、まあ、ハンターの方を逃げていったのかな。まだ拠点の方は拡張の途中ですが、めちゃくちゃハンターに攻められてしまってますね。
また木材とか足りないかもしれませんので、次回明るくなったら取りに行こうと思います。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.